しそ、しそ、しそ、学名、パーラフリューテソンズバリエーション、クリスプは、しそかしソ属の植物、方向性の一年生双本、かつてはエゴマをこれと、同族一種の植物と分離したが、なお、シソには、品種が多く、それらの総称を、講義のシソ、基本品種である、P フリューテソンズバリエーション、クリスプ F、クリスプ、チリメンジソや、 代表的な品種である、赤ジ素、P フリューテソンズバリエーション、クリスプ F、パーパーを、競技のシソという場合がある。本校において特に明記しない限り、シソ、または、シソとは、抗議のシソの意味である。伝説では、五感の末期、落葉の若者がカニの食べ過ぎで食中毒を起こし死に、かけた時に、名医、カダが、シソの薬草を煎じ、 紫の薬を作った。薬を用いたところ、若者はたちまち回復した。もしくは、カニを食べて、食中毒にかかってしまって死にかけた子供に、紫のシソの葉を食べさせたところ蘇ったという。それからこの草を、シソと呼ぶようになったと伝えられている。ヒマラヤやビルマ、中国中南部などが原産で、広く栽培されている。 日本には中国から伝わったとされている。古名を犬へと言い、犬は似て、火なるものの意味で、絵とは、エゴマのことを指し、エゴマに似るがエゴマとは異なる植物という意味で呼ばれたものと考えられている。葉の色によって赤ジソ、青ジソに大別され、葉のシワが多いものはチリメンジソと呼んでいる。一年草で、茎は四角形で直立した高さ1メートルほどになる。葉は、 体勢につき、長い柄があり、甲ラン系で、先端は尖り、円には、巨子があって緑色、または赤みを帯びる。品種によっては、葉が縮れる場合もある。果女は、相乗果女で、白から紫色の花を多数つける。方向のないエゴマは禁煙種で、互いに交雑しやすい。独特の香りのため本来は、虫がつきにくいが、ハスモン与党やベニフキの名画。 よもぎエダしゃく、みつもンきんうなどの幼虫は葉を好んで食べるため、栽培にあたっては注意が必要。また、肌にやばったも害虫となる。シソには多数の品種や栽培品種がある。栽培は日当たりの良いところで栽培された有料品種から採取した種子が春に巻かれ、自然に落下した種子から発芽する。通常、食用にするのは青じそと 赤じそである。ペリルアルデヒドに由来する特有の香りと辛味がある和風ハーブの代表格で、刺身や手巻き寿司、冷ややっこなど、料理の香味付けや、魚の臭み消しなどに使われる。カロテン、ビタミン B 群、ビタミン C、カルシウム、鉄、食物繊維、カリウムなどの栄養素を非常に多く含み、特にベータカロテンの含有量は、野菜の中でトップクラスである。また、 シソ特有の香りのもとである、精油成分ペリルアルデヒドは、収穫神経を刺激して、胃液の分泌を促し、食欲を増進させるほか、牽引作用や食中毒の予防にも効果がある。種子からは、シソ油が取れる。シソ油には抗酸化作用のあるアルファリノレン酸を多く含む。このため最近では健康食品としても注目されている。 ディノレン酸は酸化されやすいため、同食用油の開封後は早めに消費することが勧められる。また2004年には国民生活センターが、また2008年に日本即席食品工業協会がスチロール製容器を使用するカップ麺に入れた場合、容器が溶けることがあるとして注意を呼びかけている。シソかシソ属のエゴマの死から得られた精油もシソ油と呼ばれることがある。 よって、シソ湯という名称の商品が、シソの実から作られた油なのか、エゴマの実から作られた油なのかを判別するのは、多少の注意を要する。通常、エゴマから作られた油であれば、食品表示法に違反しないようその旨の記載が存在するはずである。シソの香り成分にもなっている精油は、ペリルアルデヒドを約55%含み、 この成分が強い防腐作用と殺菌作用を持っている。防腐効果は50%の食塩との併用によって得られると報告されていい。この性質を利用して梅干しが作られる。そのまま使用した場合には防腐効果や食中毒原因細菌の増殖抑制効果はない。刺身などの生物料理にシソが添えられているのは昔から続いている。 食べ合わせの経験の知恵に基づいたものである。カスヤラによる1988年の報告によれば、カツオやアジなどの青魚に寄生している、先中アニサキスに対する殺虫作用があることが報告されており、昔から刺身を食べる際は、青ジソの葉やホジソなどを薬味として用いているが、この時アニサキスが胃壁などに絡みつくために起こる胃痛を防ぐという効果もあったことを示している。 漢方医学では、主に夏頃に採取して干して乾燥させた赤ジソの葉を、素用、または、素用といい、力薬、気が停滞している状態を改善する薬物、精神を安定させる目的もあるとして、新ピ油、半下甲木油、酵素酸などに配合される。日本薬局法では、チリメンジソ、競技のシソ、学名、P フリューテソンズバリエーション、クリスプ F、クリスプの葉及び、 枝先を、添えようとしている。また、秋に採取した下水から採取した、熟した種子だけを集めたものを、ヒソシまたは、素子と言い,い、茎は、素行と言う。葉、種子、茎ともに、下熱、鎮痛、鎮静、咳、喘息、便秘、嘔吐、食欲不振などの治療に用いる。ヒソ用、または、ヒソシ55グラムほどを 500cc の水で、 半量まで煎じた液を食感1日3回に分けて、服用した神経痛や腰痛、冷え症には、抑頭量として形容が用いられる。シソの葉は、ロスマリン酸、葉と実には、ルテオリン、フラボーノイド、酵素という成分を含み、アレルギー疾患に有用として、健康食品としても利用されている。サバなどの魚による、ジンマンや風邪の引き始めには、 素養の粉末さじ一杯、または刻んだしそ湯飲みに熱湯を注いだしそ湯を引用すると良いと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。